ペテロの手紙第14章このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですからあなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたこうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく 神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は、異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らは、あなた方が自分たちと一緒に、どう過ごした方刀に走らないので、不思議に思い、また悪行を言います。 彼らは生きている人々をも、死んだ人々をも、すぐにも裁こうとしている方に対し、申し開きをしなければなりません。というのは、死んだ人々にも、福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が、肉体においては、人間として裁きを受けるが、霊においては、神によって生きるためでした。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために、心を唱え、 身を慎みなさい。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使い合いなさい。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語り、 奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいて、イエス・キリストを通して、神があがめられるためです。栄光と支配が、よよ限りなく、キリストにありますように。アーメン。愛する者たち、あなた方を心見るために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、 何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく、むしろ、キリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それは、キリストの栄光が現れる時にも、喜び踊るものとなるためです。もし、キリストの名のために、避難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら、栄光の御霊、すなわち神の御霊が、あなた方の上に留まってくださるからです。 あなた方のうちの誰も、人殺し、盗人、悪を行う者、りに他人に干渉する者として、苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかし、キリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこの名のゆえに、神をあがめなさい。なぜなら、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きが、まず私たちから始まるのだとしたら、 神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう偽人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょうですから、神の御心に従って、なお苦しみにあっている人々は、善を行うにあたって、真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。